さあ今回はサソリを使ってやっていきたいと思います。難しいキャラなんで、ちょっと練習したんですけど、なかなか難しいですね。やっぱり距離を取って戦えばなかなか使いやすいんですけど、詰められるとね、相手が害とか本当にちょっと最悪なんですけど、くそやべ、マジっすか、野外食らっちゃった、こんな感じで空撃の方ばっか集中してると本体ガラキなんで、なんで裸なんだ。あ、相手使ってるな。いけ、やべ、あぶね、代わりに使ってんの知ってんだよな。くたばれ、あぶねー、あれ、ライキル食らっちゃったか。あー、ちょ待って、今ガードが間に合わなかった。あれ、クグツがガードしたら後ろのやつってガードするのかな、それともクグツが間に合わなかった場合本体の方はガードするんだろうか。普通に代わりに使えばよかったな。行くぞ、まあ覚醒したら多分勝てると思うんですけど、よし、あと押し切るだけ。オーケー。まあね、覚醒したらバカみたいに強いんでね。さあ、できるだけ次ラウンド楽になるようにダメージ与えていこうか。さあ、野外を2つも食らっちゃったっていう、距離を取ろうか。このこれに紛れてクグツを、やっべ、当たったんごー、そーらー、超かっこいいんだよな。暁の中で僕はサソリが一番好きなんですよね。まあ、やべ、危ねっていうか、アニメとかでもなんか赤髪単発のキャラが結構かっこいいっていうか、ちょ、むずい。これで、あれ、後ろから飛んでくると思ったんだけどな。これね、クグツを置き去りにしてチャクラダッシュとかで近づいてきた敵、あー、やべ、言おうとしたらチャクラダッシュとかで近づいてきた敵ね、後ろにクグツが見えなくなるんですよね、カメラで。それで扇とか、ちょ、やべ、打ってやったりすると、ちょっとあれだな、デイダラとのがいちいちうるせえ。ガイとの、あ、ガイじゃねえわ、デイダラとのコンビの扇もちょっと決めたいなって言ってたらちょっとやられた。やべ、あー、代わりに溜まってなかったのか。やっべ、あぶねー、今ガードできてなかった、死ぬとこだ。やっべ、くそ、相手代わりに溜まってんのが、あぶねー。いやー、これまずいんじゃない？準備 OK だ。いい感じになんか当たってくれたけど、それはないか、さすがに。やばい、いい、早く溶けろ、溶けた、いいぞ。
さーて。オーケー。やるぜ。ガス先と行こうぜ。やんな。お前の一瞬という存在が俺の永久を際立たせるんだよ。即興にしては上出来だぜ。くだらねえ。勝負あり。かっこいい。くだらねえ。じゃあな。これで。いやあんまうまく使うことできなかったな。多分近々もう一回サソリ使うかなと思うんですけど、まあね、今回使ってみたみたいな動画でした。というわけでまた次回の実況でお会いしましょう。お疲れ様でした。